オリ逆転勝ち。オリックス西武22回戦オリックスが西武に3対2で勝利。オリックス勝ちました。よく勝てたな。まだ3位チャンスある。吉田4勝目おめ。吉田は謎の勝ち運あるな。西川の一発最高でした。西川様様やわ。紅林の決勝打も素晴らしかったわ。こんだけ打たれたのによく2点で済んだな。中継ぎ陣みんな頑張ってる。西武負けました。大型連勝終わった。見事な負けっぷりでしたな。コーナー0勝11敗って。もう高橋の連敗だけは止められなさそうだ。しかし毎回14安打の猛攻で2点とは。西武先発高橋6点2回3失点。コーナーを投げてたんだがな。コー高橋11連敗か。最近の先発だとコーナーは比較的マシやからな。オリックス先発田島5回2失点。田島ようやっとる。田島打たれすぎやけど西武の打撃底は抜けてるからな。田島なんだかんだ2点でまとめるのはローテやってるだけあるわ。オリックスマチャド西武最高やマチャド。マチャドは投げた後の動きスムーズやな。マチャドでも1点差は怖い。西武打撃成績つげ先制タイムリー。つげ今シーズン初打点きた。つげ信じてたぞ。その先にしよう。殿崎その仕事ねえよ。今日の殿崎は最高だ。オリックス打撃成績西川ツーランホームラン。西川本領発揮。西川4番適正ありだわ。紅林タイムリー。紅林やるやんけ。紅林信じてたぞ。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますのでチャンネル登録をよろしくお願いします。